Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hi guys, it's Elina. 皆さんこんにちは、エリナです。今日は私の10月のおすすめ品を、お伝えしたいと思います。最近久しく自分のなんか何月のおすすめっていうのをやっていなかったんですけれども、季節も変わってスーパーとかの品物が変わってきて私のおすすめのものを見つけたので今日は皆さんにシェアしたいなと思います。というわけで皆さんの中でドイツの生活や留学、全体的に留学に興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。あとはこの動画がいいなって思ったらぜひいいねをお願いします。とその他の動画のリクエストもお待ちしております。というわけで動画に行きましょう。一つ目の私のおすすめはこちらです。これはね、焼きリンゴのティーなんですけれども、すんごいいい匂いです。なんか焼きリンゴって私よく作るんですけど、それの、ティーバージョンで、砂糖とか入れなくてもなんとなく甘くてシナモンがたっぷり入ってて、これはね冬しか見かけないと思うんですけど、私の最近のティーのお気に入りです。では2つ目のおすすめは、これはコップ&スパニングステーっていう名前なんですけど、頭痛とか頭が痛い時に飲んだり、リラックスをさせてくれるティーです。私は授業中にずっと外国語を聞いていると頭が混乱してきてしまって、すごい頭が痛くなったりするので、授業中にこのティーを水筒に入れてあったかいものを持って行って授業中に飲んだりしてます。これはハーブティーなんですけど、そこまで強いハーブの香りはしないので、ハーブティーが苦手な方も飲めると思います。これはね、ちなみに DM で売ってます。結局で売ってます。次に私がおすすめするものはこちらです。これは、レノアの乾燥機に入れるシートなんですけど、ちなみに開けてないです。乾燥機はあまり使わないので、正直これは何のために使ってるかって乾燥機用ではないんですけど、私たちはこれをクローゼットに入れて洋服をいい匂いにしてます。やっぱり冬とかってコートとか毎日洗わないからだんだん匂いが蓄積されていく気がして、少し嫌だったんですけど、これを入れることによって常にリフレッシュされた洗濯後みたいな匂いがして、私は結構好きです。では10月のおすすめ品4つ目はこれですね。お菓子コーニー。これはね、一つ一つバーになってて、こんな感じで、はい、チョコレートとコーンフレークとあと蜂蜜とかが入ってるバーです。これをいつも大学に持ってってなんかボリボリ食べてます。これはね、ヨーグルトとかチョコバナナとか本当にいろんな種類があって、私は今のところチョコレートが一番好きなんですけど、美味しいです。私のおすすめ品の5つ目はこちらです。これは日本でも売ってるんですけど、なんでかっていうとここに日本語書いてあります。これはフランスのお菓子、以前にも紹介したんですけど、フランスのお菓子のボンヌママンのラズベリーサルトです。一つ一つこういう感じで袋に入ってて、これがね美味しいんですよ。本当に美味しい。皆さんにぜひ食べてもらいたいです。これは日本だと多分成城石井とかで売ってると思います。私の10月のおすすめ品の、6つ目はこれです。これはね、ハンドクリームです。もうね、10月になってから乾燥が激しくて、乾燥が激しいので、私はこれをハンドクリームを絶対
食器とか洗った後に使ってます。じゃないとね、逆向けとかすごくて感謝で使ってます。ハンドクリームとかどっち安いですよね。だいたい2ユーロ以下で、まあ、300円ぐらいで買えるし、結構大きいしおすすめです。では次に私がおすすめするものはこちらです。これはね、ドイツのじゃなくて日本のです。皆さんも大好きラブライナーです。この間日本の友達がドイツに遊びに来てくれていて、お土産何がいいって言われたので、すかさずラブライナーが欲しいって言ってラブライナーもらいました。以前からこの黒は使ってたんですけど、この濃い茶色すごい良くて、こんな感じで焦げ茶ですごく使いやすいです。私も今使ってるんですけど、これと黒と茶色を気分で使い分けてます。やっぱりね、ドイツでいいアイライナーをまだ見つけられてないので、もうね、いろいろ買うのがめんどくさくなってしまって、自分が一番好きなラブライナーを持ってきてもらいました。次に私がおすすめする、ものは日本とアメリカの化粧品です。これはまず日本のケイトの、眉毛描くやつ、アイブロウですね。で、これはこんなに細くて、まあ、結構前からあるやつなんですけど、久しく使ってなかったので、最近これをまた使うようになって、結構便利です。すごい細いので、こういう感じでね、描けます。で、もう一つおすすめなのがこれです。これはね、本当におすすめです。私はこれなしで眉毛描けないって感じなんですけど、ちなみにここに3つ、ブラシとあと毛抜きとかもついているんですけど、ここにブルネット と、ブロンドがあって、私はこの2つを混ぜて使ってるんですけど、もうこのね、色が最高です。で、ちなみにブラシはこのリアルテクニックスの、実はもう一つ博報堂のこういうブラシも持ってるんですけど、でも最近はリアルテクニックスがおすすめです。あ、もし皆さんの中で、メイクアップコレクションに興味がある方はぜひいいねお願いします。私もね、化粧品ついついいろんなの買ってしまうので、いろいろコレクションしてるんですけど、ちなみにこのブルネットのブロンドが、ちなみに、こちらがブロンドでこちらがブルネットって感じですね。そこまで濃くないのですごく使いやすいです。で、一応上にセッティングワックスとハイライターもついてるので、こちらもおすすめです。最後に私がおすすめするものはこちらです。これは MAC の何番だ、何番か分かんないですけど、 Kiss Me Quick っていう、 Kiss Me Quick っていう、リップで、私は今もこれを使ってるんですけど、こんな感じの色で、そこまで赤してないのですごく好きです。以前まではレブロンとかのリップをよく使ってたんですけど、レブロンのリップを日本に忘れてきてしまったので、最近は MAC のこのリップか、このイヴ・サンローランの、何番だこれ、62番をよく使ってます。これからクリスマスになって、コフレ、クリスマスコフレがいっぱい出るのですごい楽しみにしていて、で、去年はトゥーフェイスの、これボックスみたいな箱みたいなのを買ったんですけど、私は何を買おうかなって今からワクワクしてます。ちなみに、
クリスマス前に日本に帰ることになったので、今からすごい楽しみです。いろいろね、食べたい、とにかく食べたい。というわけで今日は私の10月のおすすめ品をご紹介しました。もしこの動画が面白かったなと思ったら、ぜひいいねお願いします。ちなみにインスタグラムやツイッター、ブログなどもやっておりますので、そちらもフォローお願いします。というわけで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 Vielen Dank, bis nächstes Mal. Tschüssi.